さんの麺屋一等監修チャーハンおにぎり税込み160円買ってみた。食べた感想、具は卵が見える程度、味はそのまんまチャーハンのおにぎりといった感じ。原料を見ると具材には照り焼きチキンが入っているらしいのですが、感じない。食感は少しザラッとしている、魚介風味と歌っているのですが、常温で食べると少し変わった方向の味、期待したのですが、期待外れな感じは否めない。店内で両方温めますか2杯と言ったのですが、弁当類しか加熱していなく、おにぎりは温められていなかったので残念。ブリューで考えると普通のおにぎりの方が良い気がした。食物繊維が 1.3g 含まれており、糖質は 39.7g。